チームビッグ。チームビッグ。さて、ボイスサイド、今日もあっという間にエンディングになりました。はい、台湾に負けた、生田。はい。懸垂、50回挑戦。はい、あ、お前ちゃんとやれ。はい。あの、何やってんの？はい。俺にやらしてみ。お前、バカじゃねえのか。バカだよ、お前。どうだよ。おーおーい、かっこいいとこ見せてやってよ。疲れた。いいか、分かった。コールだからな。はい、分かりました。疲れた。休みよう。はい。あ、届かないのか。届かないんです。足乗っけない、ここ。足乗っけない。そうですね。それで上がる。手を挙げて、お前なんだこれ。ここまで首出す。はい、それ無理だな、それ。さて、番組では皆さんからのお秋を大募集中です。ジニア五七五の作品は、ただいま、ハ行、マ行、ヤ行を、募集しております。はい、ジニアメッセージのコーナーもおはがきをください。大法廷の罰ゲームも募集中。例えば、こんなできるだけ苦しいのお願いします。はい。全然苦しくねえだろ、これね。いや、無理ですね。男なんだから頑張ろう。はい、男です。ねえ。それでは最後に、生田くんの懸垂を数えながらお別れしましょう。さあ、って。いや、もう、行かんよ。せーの。いや、もう無理だと思う。痛い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 。ちょっと待って。止まってね。痛い。通した足を払う。うわーん。はい、そのままその時足を通してあげる。足を通し、そう、まあそんなこといい。はい、それではそうそう、最後から出していいや、よし、いいか。はい、顔の動かし方が、うん、一番一番、うん、一番、うん、そうそう、なんだよ、うん、はい、うん、怒ってんの？これはいいね。じゃあ本物。よりわあ、かわいい。世界を巻き込む冒険が始まる。ファイナルファンタジー14。アキはさ。知りたいって思い続けて15年も待ってんだよな。すいません。なんだよ。なんだよ。ちゃちゃちゃ、俺知らない。俺知らないよ。お前大丈夫？大丈夫？大丈夫だと思う。たまにあるんだよな、なんか。ちゃめなところも。よーい、はい。男ってのはな、もうバカな生き物なんだよ。なんだよ、中津はちげえのかよ。俺は変わったんだよ。ちょっと待って、怖っ。何なんでもないです。マキちゃんが、マキちゃんが前髪をタムケみたいにしてました。ちょっとだけ、ちょっとだけ、こっち来いよ。ほらもう。なんで？何をしてたの？え？涼介、行こうよ。何？何だよ。手がごめん。1秒でも早く、一歩でも前へ。自分の限界を超えてみたい。誰よりも高く飛びたい。誰も見たことのない夢を掴むために。青春の主食、日清焼きそば UFO。 いい雰囲気ですね。いらっしゃいませ。あー、気持ちいい。このお湯の効能は何ですか？
疲労回復、肩こり、冷え性、腰痛。バスロマン。バスロマン。え、ここ天然温泉じゃなかった。外に露天あるけど。あれも。バスロマン。よく見たら部屋中にあるな。我が家をたちまち本格お風呂に、効能いろいろ、香りいろいろ、バスロマン。明日はジャスミンです。お願いします。飛び立つたどす金ごまどす黒ごまどす金ごま黒ごまたずたにかけかけじゅわじゅじゅじゅ揚げたてパスタは中まで熱熱香る生姜に僕のごま食べやす金黒ごまの飛び立つた新登場ケンタッキー赤金ごま黒ごま飛び立つたサンドもピカチュウはい、というわけでですね、今日はピカチュウ好きなあなたは必見です。はい、今日はあの僕たちがポケモングルメ対決で勝負します。はい、じゃあ最初に行ってみましょう。はい、行きます。はい、ピカチュウどうぞ。赤いマフリャオ正義の印、動物愛するノリダーギャオ、悪いジョッカーぶっ飛ばすぞレッツギャオ。あまり言わないでください。これ敵は強いノリダージャンプジャンプノリダーキックキック。これ今撮ってました。コールと知らないやつだったんですけど、キャメンノリディアオ行きましょう。今度サッカーの試合はいつあるんですか？え、あー秋かな。お前はだから誰を狙ってんだよ。よかったら夏休みにどこか行きませんか？ああ、本当ですか？読書がお好きなんですか？そうそうそう、特にミステリー小説が好きなんだよな。なんだよ。おっと、お届け物です。こちらに印鑑を。はいはい。なんて息、その息じゃ渡せないから。待って待って待って、一気にいい息、ロッテアクオパウダー。アクオ先生、最近どうだ？おかげさまでいい息が長持ちになりました。なったか。なりました。あ、そうだ、嗅いでってくださいよ。え、こっちです。いきますよ。おー、いい息だ、最高。長持ちしてる、長持ちしてる。さて、待って。息をデザインするガム、ロッテ。いい、あくあくすいません、品切れです。そうですか、はあ、素敵な息です。お客様困ります。人のことアニメにしていいとでも？すいません。いいじゃない、あんた。息をデザインするガム、ロッテアクオ。送信受信。アクオ先生。お父さん。え、お父さん。こいつはいい気長持ちなだけだ。これ以上無双に近づくな。なあ、これ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 。ああ、いい。お父さんずるい。私も。ああ、そうそうそう。息をデザインするガム、ロッテ。アクオ、アクオ。いい仲長持ち。アクオ相性診断アプリプレゼントキャンペーン実施中。中津も一緒じゃなきゃ俺も楽しくないぜ。間違いねえ、水木の心は確実に俺へと動いてる。カミングアウトして早数週間、今や俺はホモセクシャルという言葉に対して何の抵抗も持たなくなっている。いや、むしろ性別を超越した恋愛の形にある種の誇りさえ抱き始めてる。
水木もあと一押しすれば禁断の恋に目覚めてくれるはず。いけいけゴーゴー俺ゴーゴさんに向かってセクシーにそして爽やかに息を吐いているのは生田斗真さん。いい息長持ちをテーマにしたガムの CM に登場しました。あいいね。あ素晴らしい。プライベートでもガムが大好きという生田さん、そんな彼が自分の息を気にする瞬間とは。恋人同士の撮影とかそれこそキスシーンとかの時はすごいこう気になりますよね。噛みまくります。生田さんの息を吐く表情がセクシーな CM がこちら。